どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、いやもうまたやっちゃった、またやってもうた、助けてくれ助けてくれちょっとね、コナミさんにね、ちょっとね、お願いしたいことがありましてですね、ちょっともうストラクチャーデッキでプレミアムデッキを強化するのやめて、頼む頼む、マジでやらなければならないからさ、ちょ、ほんと頼む、マジでもうちょっとほんともう勘弁して、きついから俺も言うて、ストラクチャーデッキでね、追加されましたこのリューマードの守護者、これはですね、ブラックマジシャン強化でもなんでもないです。これこのネオス強化です。これはネオス強化ネオスフュージョンの強化、もちろんね、まあ今結構流行ってると思うんで分かってる方もいらっしゃると思うんですけども、いやきついこれ本当に。所持枚数見ます、所持枚数、3枚プラス33枚プラス355枚ということで、391枚と、つまり何が言いたいか、ストラクチャーデッキを391周したということですね。でまあ、もちろんネオスは、まあ、何周だっけ、450周ぐらいだっけこれ確か、ネオスフュージョンは。でレッドアイズのストラクチャーね、融合順位生物もこれも、何百種だったっけな、300種ぐらいかな。 でデスペラードも多分、250種足してるから、まあ基本的にストラクチャーがまあもうそろそろなんか1500種ぐらいしてるんじゃないかなっていう。だから普通ストラクチャーって、まあ、3個買えばいいんですよ。まあ要は3枚揃えなければ 3枚揃えばいいから3個買えばいいんですけど、僕だけで1500種してるから、まあ、500人分ぐらいの500人分ぐらいの、課金をしてるんですよね。だからまあ500人分のデッキです、これは。500人の魂が入ったデッキという風になってるらしいですね。だからコナミさんにはぜひ案件を振っていただかないと、まあ我に合わないという、そういったデッキになっております。何言ってんだこいつね、正直ね、もうね、ストラクチャーきついの、やめたいの、俺もやめたいんだけどさ、やめたいんだけど、結構リューマドの仕事はさすがにね、引かざるを得ない、そういう気になっております。厳しいです。でギミックはもうネオス出します、基本的には。ネオス出して、ブレイブネオス出して粉砕して殴る、以上です、以上です。ほんとそれで、いやそれだけで、まあバックが結構やっぱ僕強いんで、持ってるカードが、まあ、エネコンとか、あもちろんあるんですけど、波紋のバリア、ウェブフォースとか、万能地雷とか、分断の壁とか、これ結構強いんですよ。僕結構攻撃感の系持って強いんです、これ。まあ、本当は人風のバリア、エアフォースとか、聖なるバリア、ミアフォースとか、ああいうのが出たら、まあ、まあ、向かなきゃいけないかなと思うんですけども、まあ、こういったカードが、まあ、で、守っていきつつ、こいつで殴っていくという、こいつか、こいつで殴っていくという、そういう敵になってます。で、リューマドの守護者で、ネオス、蘇生できるんですよ。で、今回のギミック、すごい強いのは、ネオス引いてもいい、まあ、引いてもいいっていうか、引いたら強いんですよ、逆に。逆に強い。この、リューマドの守護者の効果が、手札を捨てると、障害に成功したときに、手札を捨てると、フュージョン、もしくは融合の魔法カードを持ってこれますと、デッキから。でさらに、融合モンスターをエクサデッキのやつをチラ見せすると、そいつに名前が記されているモンスターを、融合されるモンスターを一体墓地から特殊召喚できるよと、守備表示で、裏側守備表示で。だからネオス引いてる場合、リーマドの守護者でネオス捨てて、でこれ持ってきて、でネオス蘇生するっていう動きができるんですよ。だからネオスフュージョンが実質3回使えるんですよね。まあ、蘇生があるから、今までってやっぱ2枚入れておくと2枚しか2回しか使えなかったんですけども、まあ、3回使えるんですよ。でさらにネオスを捨てることによって、要は引いたネオスを蘇生できるっていうパターンがあるから、これ要はその初手にネオスじゃないモンスターがいると、ネオスじゃないモンスターを捨てて、ネオス以上持ってくるっていう、例えば強いなんかその分断コズミックサイクロンとかだった場合は、なんかどれ捨てていいか分かんないみたいな感じになるじゃないですか。でそういう場合でもネオスがいればネオスを率先して捨てるっていうことができるんですよだから僕ドローセースネオスっていうスキル持っていて、あ、ネオススターターか、どっちかというと、初手にネオス必ず引くっていう、ネオス設計使ってるという、スキルがあるんですけど、私、個人的なスキルね。なんですけど、これが、ニューマドの守護者がいることによって、アドソンじゃないっていう、これが強いんですよね。これが強いです。で、あとは、ネオスフュージョンの効果によって出していくモンスター、の、レベル4以下なので、まあ、シールドウォーリアー、まあ、これプレミアム加工なんでね、このデッキ縛ってるんで、だからシールドウォーリアーを入れて戦闘破壊に向こうカタカタカッチカチにしていくという
いう感じなのと、あと融合順位生物闇、これがね、あのね、戦士族モンスターを巻き込んでいくと、これも出せるんですよ。だから、ネオスフュージョンで一回耐えた後のネオスってあんまりなんか強くないんで、まあ、そのブレブネオスとかを、こいつにしたりとか、順位生物で、こいつにしたりとか、こういうことをしていきます、今日は。はい。ということで、もう、ぜひ、コナミさんに物申したい、デッキ。個人的理由すぎるけどね。やっていきます。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯。遊戯。遊戯。対戦よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやー、きつい。厳しい。めちゃくちゃきつい。ストラクチャーで、ストラクチャーを強化するのやめてほしい。せめてメインボックスにして、メインボックスだったら諦めがつくから。俺、ストラクチャーだったらやっぱやっちゃうんだよ。ストラクチャーでやっちゃう。ストラクチャーだとね、やっちゃうんだよ。ベリーマンシャンガール強いな。ベリーマンシャンガールは攻撃対象に選択される、もしくは効果対象にされると、デッキよりマジシャンガールモンスターを特殊召喚しますよというモンスターですね。どうしますかね。まあ、ネオスで殴りに行くのもめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、まあでも殴りに行くのも別にいいか、今の状況だったら。エネコあるから、ここで決めようと思えたときに、決めらんないか、無理だな。ネオスフュージョンの効果発動。まあ、リューマドの守護者が、行っても、まあ、決めらんないか。まあ、一応、エネパクして、あ、でも、エネパクして、あ、無理か。エネパクして、無理だな。こうして、で、こうでしょ。で、400、3000しかないから、無理だな。2600攻撃対象に選択されると、攻撃対象に選択されるとあれなんですよ、あのなんか出すんですよ。それめんどくさいんですけど、セットしてもうちょい分担でいいかな。猫も取っとこう。なんかストギャス好きだぞ。ください、いくぞ、勇気バトル。全然会話がねえな、この敵。いっけー、ラスオブブレイブ。ベリーマジシャンガールの効果発動。攻撃対象に選択された場合、デッキよりマジシャンガールモンスター1体を特殊召喚できる。マジシャンガールモンスター1体を特殊召喚し、そして攻撃が巻き戻るぜ。アップルはこれはね、確かね、あれなんですよね、手札からなんか出すやつですよね。手札から出す、攻撃対象選択されたのが手札から出てくるみたいな。めんどくさいですね、これは。半分にされるのめんどくさいんで、こっち殴んないで、こっち殴ってこれでいいはずですね。これなんだろう、これ何のチェーン、あれか、キウイか。キウイマジシャンガールだ。キウイマジシャンガールのチェーン。キウイマジシャンガールは、これ相手のデッキのギミックも説明しながらって結構めんどくさいな。キウイマジシャンガールは、手札から捨てると、なんかオメンストみたいな感じで、はばけるみたいな、武人の。マジシャンガールモンスターの種類の数かける300ポイントだっけな、アップするみたいな。マジシャンガールモンスターが、フィールドの。まあ、そういう、カードです。まあ、オメンストみたいな感じですね。まあ、雰囲気的には。まあ、ちょっと違いますけど、全然。アップルマシャンガールじゃなくて、チョコマシャンガールは、チョコマシャンガールの、手札から魔法使いとこ捨てるとワンドロー。で、キュウイマシャンガールは手札から捨てると、マジシャンガールモンスターの、これなんで相手の方のデッキを、まあちょっと俺のデッキの方の解説あんまないから、あれだけど、相手の、マジシャンガールモンスターの、なんだっけ、攻撃力が上がるという。で、マジカルズフュージョンは、フィールドか墓地から魔法使い族モンスターを除外すると、魔法使い族の融合モンスターをデッキからエクストラデッキから出せるという。で、クイテッドマジシャンは、召喚に成功すると、なんか全部破壊するっていう。ネオスフュージョンで耐えるという。めんどくせえね。てめえで説明しろ。お前のデッキはお前で説明しろ、クソ。分断が全部吹っ飛ばされたときついな。なかなか強いじゃないか。たらな、カッチカチなんですよね。ネオスフュージョンさんはカッチカチなんですよ。ブレイブネオスさんはカッチカチやぞ。あーん、ドロー。融合ジョイン生物。あー、なるほど。あーんと、ね、融合ジョイン生物、ネオスフュージョンの効果発動。ネオスフュージョンの効果によって俺はデッキのエレメンタルヒーロー、ストレッチマンおよびレベル4以下の効果モンスターを墓地に送り、こいついいか、ブレイブネオスを融合特殊召喚、そして融合ジョイン生物闇を煽りの攻撃表示、そしてスキル発動は粉砕だ。クリボールはあるかな。闇遊戯さんよ、遊戯超会話っぽい、コマンド26
左、右、AB、 自分フィード上のモンスター1体を入れるし、てめえのモンスターのコントロールをエンドフェイズまで得るぜ。バトルだ、くったばれー。ユウ、王の魂は再び眠る。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、パンドラ大先生、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。大先生は、スキル何も言わなかったですね。これ、ブラックマジシャンではないと。いいことでしょうか。パンドラ、何ですか、これ、ソレティアですか。パンドラってこと、ソレティアがブラックマジシャンしか使わないよね。と思ってるんだけど、俺。他になんかあるかな。なんか、それしかイメージないよね。プラネタ、ブラックマジシャンじゃないかな。プラネタだったら、レベル7の召喚に成功したエンドフェイズに、レベル7の闇属性か光属性モンスターを手札に加えるよという効果なんですけど、まあ多分ブラックマジシャンなんじゃないでしょうか、おそらく。マジシャンブカオスか。なるほど。なるほど、なるほど。確かにそれも加えられますね。確かに。ちょっと遅いですけどね。エンドフェイズですから。ね、リーマドの守護者を召喚して、リーマドの守護者の効果発動。リーマドの守護者は、エレメンタルヒーローネオスを墓地に送り、フュージョンもしくは融合の通常魔法を手札に加えることができるぜ。さらにリューマドの守護者の効果発動、俺はエクストラデッキの融合モンスターを相手にドヤ顔で見せつけることによって、墓地のエレメンタルヒーローストレッチマンも裏側守備表示で特殊召喚できる。さらに俺は手札より通常魔法ネオスフュージョンの効果発動。ネオスフュージョンはフィールドおよび手札およびデッキからエレメンタルヒーローネオスと名前が記された、なんか融合なんかいい感じのやつをエクストラデッキより特殊召喚。そして分断の壁を1枚セットさせていただこうか。分断パイセンを1枚セットし、スキル発動粉砕で、俺はてめえのバックなんかにはビビらねえ。いけブレイブネオス、ラスオブブレイブ。攻撃反応系か、なんだこれは。じゃない、ブレイブネオスの効果発動。ブレイブネオスはネオスフュージョンを手札に加えることができるぜ。そして、いけ！リーマドの守護者、リーマドパーンチ！うわぁ！え、うわぁ！うわぁ！ちょっとさ、そのさ、それずるいよ、そのなんかちょっとチェーンでごまかすの。あ、強い！かっこいい！やば！マジシャンオブカオス出てくるんでしょ、これ。マジシャンオブカオス出てくるんでしょ、これ。マジシャンブカ出てくる、俺マハのやばい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 。ちょっとずるいよそれ。それはずるだよ。ちょっとだけでももう一枚は多分攻撃反応系だと思うんですよね。多分分断とかなんじゃないかな、多分だけど。多分分断とかなんか多分波紋のはあそこでチェーンは全然ないからですよね。何のあれもないですよね。何のチェーンもないんですよね、これここで。これ何のチェーンもなくて、で、もう一回下だけ確認しよう。よく見てなかった。こうして、ここと、こいついか。で、こうでしょ。で、これ着地何も、あ、なんかあるわ。なんかあるわ。ちょっと嘘だったわ。ごめん。ちょっと、下だけ見てなかった、全然。セットして、スキル発動は、粉砕だ！バトルフェイズいきます。バトル！いけ！ラスオブブレイブ、光属性でよかった。俺は光属性でよかった、このモンスター。まあエネコンね。あ、まあまあエネコンか。まあまあまあ、まあ、エネコンだったらまあ別にいいか。エネコンは全然問題ないですね。まあシールドウォーリアとネオスフュージョンが2枚あるんで、今のこの、ネオスマジでカチカチなんですよ。3回耐えます。破壊は3回耐えます。ネオスフュージョン2回の、シールドウォーリア2回は1回なんで3回耐えるっていうね。結構やばい耐性でしょ。マジシャンズロット、オッケー。マジシャンズロットの効果によってブラックマジシャンと名前が記された魔法トラップカードを手札に加えることができる。カオスフォームは手札に加えることができた。そしてカオスフォームの効果発動か。カオスフォームの効果発動。カオスフォームはカオス儀式モンスターをフィールドおよび手札もしくは墓地のブラックマジシャンを除外し特殊召喚できる。マジシャンオブカオス、いいでしょう。ただしですね、このネオスガチで硬いです。今ガチで硬いです。本当に今カッチカチです。分断の壁だー。分断。どうした？どれを破壊する？どれを破壊するんだ？知ってた。ネオスフュージョンの効果発動。ネオスフュージョンは墓地のこのカードを除外し、エレメンタルヒーローネオスは破壊されないぜ。残念だったらパンドラよ。
おととい来やがれ、クソったれか。だろ、エレメインコントローラーいいだろう。攻撃表示、そして俺はミスやろう、最強のキルだを融合順位生物闇を召喚し、融合順位生物闇の効果発動、フィールド上の自分自身、そして戦術モンスターを墓地に送ることによって現れよ、超魔導騎士ブラックキャバラリースクラスをフッサイド見よ、これが史上最強にして華麗なる暗黒騎士ガイアの姿だ、くたばれ。分断の壁集めとけよ、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、光るための神さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。でもネオス引くなよ、マジで。もうどんだけネオス食うんだよ、ネオス来すぎなんだよ、俺だけおかしいわこれマジで。なんか絶対なんかね、3回に2回来るね、3回に2回来る、確率の壁は超えてる俺、確率に多分ネオス来る確率は、ドロー、あ、オッケー。サイレントマジシャン、サイレントマジシャンやばいね。サイレントマジシャンやばいね、サイレントマジシャンはちょっとやばいな。セットしてで、ちょっと強引に行くか、強引に行こう、かなり強引だけどね、かなり強引だけど、でこうしてで、こうで、でこれは止めるよね、これは止めるんだよ、これは止める、オッケー、それは知っていた、それは知ってた、オッケー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 、それ知ってた。で安全なるネオステージを発動、これやったところで、でもさ結局さ3500出てくんだよな、これまあまあきついぞ。こうして、でこれで耐えよう、でもお茶を濁すことはできる、俺のシールドウォーリアーはお茶を濁すことはできるぞ、シールドウォーリアーとネオスフュージョンは。エネミーコントローラー一応セットしよう、スキルアスを返済だ、バトルくらえ、ラスオブブライブ。強引だな、こんにちは、ギョリだろ、おい誰か嘘だと言ってくれ、融合解除って、融合解除って。ちょっと待ってちょっと待って、止められんだよな、これやる意味がね、これやる意味がねえわ、きつい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 、融合解除ってちょっと待って、リーマドウか、リーマドウか、リーマドウ召喚、リーマドウ効果、これ意味ねえか、あこれ意味ねえか、これ止められんだ、女どっちにしても絶対的に、一応裏チームで出しとくか、リーマドウの使用者の効果と、ブレイブネオスを見せて、エレメンタリーのネオスを裏側収容時で特殊召喚。あいつだけちょっとやってきます、あいつだけやってきますか、あいつはやってきましょう、あれちょっと待ってよ、これは、自爆特攻されると1400は削られるな。待って、おいふざけんなよ、なんでよ融合解除ってそんなガンメタカード入れんな、なんでよこいつふざけんなよ、まあ、ちょグッドボタンあったら押してますけどね、もう完全にこれでも、おー、ギョエー